どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょう。そして皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者7500人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者7600人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、現在この動画を撮影しているのが、6月13日の試合前なんですが、昨日朝の動画で、タイガースの2軍絶好調ですよと、現在7連勝中ですよという動画を出したんですが、昨日の試合でも守備陣のミスが続きまして、平田二軍監督がブチ切れ、もちろんいい内容というのも投手野手それぞれあったんですけれども、まあ、なので今回の動画では昨日の試合のざっくりとしたまとめですよね。まあ、どういうミスがあったのか、そしてどの選手が良かったのか、で特に一軍のね、こう常連組の選手たち、本来は一軍にいてほしい選手たちの、まあ、ざっくりとした現状ということで、まあ、それぞれまたね個別の動画を出していきたいなと思ってるんですが、まあ、それぞれの選手が、まあ、一軍に上がってこれ可能性はあるのかっていうね、まあ、ところについてもちょっとフォーカスしていきながらお話をしていきたいなと思います。ということで早速お話をしていきますが、まあ、昨日の試合に関してはウエスタン首位のホークスとの戦いだったんですが、なんと守備陣が3回までに4失策8失点というね、まあ、ほんと大荒れの試合だったんですけれども、まあ、その試合終了後ですね、平田二軍監督がコメントで、甲子園でやる資格なし、グランドの神様に申し訳ない、恥だ、本当に先発の望月にも申し訳ない、今日はファンの方たちに見に来てもらっているのに情けない試合を見せてしまったなっていうね、まあ、そのイニング見てたんですけれども、まあ、ファンブルから始まってで、まあ、とにかくもう補給のミスというのが非常に多かったですね。で、先発の望月投手がね、なんとかそのミスがありながら、まあ、粘っていたんですけれども、最後はもうリズムが崩れてしまったのか、相手バッター右打者に、こう頭の付近にボールを投げてしまって、まあ、それが危険球退場という形になりました。で、まあ、平田二軍監督もね、この望月投手に関しては、もう気にしすぎないようにしてくれればいいけどなというね、まあ、やっぱり守備の乱れの中でね、やっぱりこう望月投手もそんなにね、こう先発経験がたくさんあるピッチャーではないですから、一軍でもね、こう基本的にはリリーフっていう形で投げてるピッチャーですからね。まあ、今後は先発としても色々とね、活路を見出していきたいね、投手なんですけれども、まあ、こういう守備のミスからね、若いピッチャーの、まあ、ちょっとリズムを崩すっていうのはね、まあ、もちろん分かって、守ってる選手もね、それ以上に若い選手がたくさんいたんですけれども、まあ、しっかりこうリズムを作ってあげたいところでしたよね。で、その中でも非常にいい活躍をしていた、まず投手で言うとね、佐藤蓮投手ですね。まあ、佐藤投手に関してはね、今シーズンドラフト3位ルーキーですけれども、昨日の試合、まあ、こういうね、リズムが崩れた中でなんとか立て直していきたいところで4回の4番手から登板して2軍でも自己最長の3回を投げて無安打無失点そして6奪三振というね、まあ、素晴らしい成績を出したんですけれども、まあ、自身の投球を振り返ってチャンスをいただいた中で自分の持ち味の直球とカーブをゾーンの中に投げられたその中でしっかり打者と勝負できたことが良かったっていうコメントを出してるんですけど、まあ、昨日ね、ストレートの最速というのは154キロ。で、やっぱりこの佐藤投手のね、いいボールって、やっぱりこう縦に割れる大きなナックルカーブのような、まあ、ある程度の速さを保ちながらガンと曲がるあのカーブっていうのは非常にいいボールなんですよね。まあ、ちょうどね、ホークスのあの一軍で投げてるマルティネス投手にちょっと似たような形の軌道といいますか、ああいうボールがね、高めからドーンと落ちてきたら十分ストライク取れますし、真ん中から落ちたらね、三振も取れるボールなんですけれども、まあ、佐藤投手もね、まあ、春のキャンプの時に、まあ、フォアボールも出て、デッドボールも出て、あの監督が途中でねこう切り上げるという風な形にもあったんですけれども、まあ、それでもねこういう2軍でまだまだ防御率は高い状態ではありますけれども、まあ、こういう登板を重ねていければねまた十分こうルーキーとしてデビューできる可能性もあると思うので今シーズンすでにね、もうルーキーの選手は5人デビューしてるわけですけれども、まあ、十分この佐藤選手もね、チャンスは回ってくる可能性があると思いますので、しっかり結果を出していってほしいですし、で、打者陣で言うとロハス選手ね、ロハス選手が2軍降格後8試合3発ということで、で、2試合連続甲子園の逆方向ポール際にホームランと、で、ホームラン打ったピッチャーもスチュワート投手ですからね、まあ、最速153キロのボールを外角逆らうことなくね、しっかりと運んだと、で、コメントを出してるんですが、感触は昨日よりも良かった、スコアボードに点数が入って良かった、今は自分自身の打撃にすごく集中できているからいい結果につながっているっていうね。まあ、昨日もね、なかなかこう集中力を保つのが難しい試合だったと思うんですが、まあ、ロハス選手からすればもう試合云々よりもね、勝ち負け云々よりも、とにかくもう打席数を消化して、もう球に慣れるということが大事な中で、まあ、平田二軍監督もコメントを出してるんですけど、こういうゲーム展開になったんで、3打席で終わらせたけど、集中力を持ってしっかり一発、逆方向、それも昨日と同じように、強引に行かずに逆方向というところで、ちょっとそういう感触、状態上がってきてると思うというコメントを出してるんで、
まあ、平谷軍監督もね、まあ、昨日の時点で、まあ、とにかくこう、引っ張らなくてもいいんだと。とにかくパワーがある選手だから、普通にこう、アジャストすれば打球入るんだよと。そういう感触を掴んでほしいというコメントを出していての、まあ、今回のホームランだったんでね。まあ、なので、ロハス選手からすれば、もうしっかりとこの感触を確かめて、一軍にまた呼ばれる時にね、しっかりと上がってきてほしいという現状ですね。で、ちょっと若い選手で言うとね、井上選手、昨日の動画のコメント欄でも、井上選手どうしてるんですかっていうコメントだったんですが、まあ、先日の試合でね、こうスイングをした時に左肩を痛めるシーンがあったんですね。で、そこからずっとこのバッティングというか試合に出れてない現状の中で、ずっと別メニューが続いてるんですけれども、まあ、平谷軍監督はだいぶ状態はいいみたい。まだトレーナー預かりだから、明日までは外でしっかり打ってやるっていうコメントなので、まあ、今日この日曜日の試合にも出そうにないかなという感じはありますね。なので井上選手もね、しっかり打席数を消化していって、また一軍でのね、チャンスをね、伺いたいところなんですけれども、まあ、ロハス選手であったり、まあ、それこそね、一軍からヨーカー選手が来たりっていう状況がありますから、まあ、そういうね、技術を持ってる選手たちのいいところを盗みながらっていう風に、まあ、平谷軍監督も声出してるんですけれどもね、まあ、なんとか井上選手も焦らず怪我を治して、またこう、戦線に復帰してほしいところですね。で、先ほどね、名前も出しましたけれども、まあ、一軍常連組ね、まあ、先にこう名前を言っていくと、ヨーカー選手、中谷選手、高山選手、この年齢も近しい選手ですよね。ヨーカー選手は年齢が29歳、中谷選手は28歳、そして高山選手も28歳と、まあ、30歳を迎えていくこの選手たちが、まあ、しっかりとこうね、アピールをしていきたいところなんですが、まずヨーカー選手ね、まあ、ヨーカー選手に関しては、まあ、二軍ではね、もしいい成績出してるので、やることないかなという感じの選手なんですよね。ここまで二軍で、打率3割0分4厘、ホームラン3本9打点ということで、まあ、2軍降格後もね、2戦連発で打ったりと、まあ、2軍では本当にこう打席数を消化して、また状態を上げていってほしい選手なんですけれども、11日の試合でツーベースヒットを打った時に、まあ、足をつるようなね、まあ、形になって、で、そこからね、昨日の試合もベンチを外れるっていう風な形なんですけど、まあ、平谷軍監督もコメントを出していて、いや、どうかな、ちょっと足が釣りかけたって言うから、こんなとこで釣ってどうすんだいと、ランニング不足やって言って、一軍で何しとったんや、まあ、大事に至らなきゃいいんだけどな、っていうね、まあ、ある程度愛のある無知というか、まあ、コメントを出してるんですけれども、まあ、とにかくね、こういう怪我というかね、まあ、なので昨日の試合もベンチに入ってないっていう状況なので、ただ足が釣ってるだけであればね、まあ、十分昨日の試合も出れたと思うので、まあ、もしかしたら何かアクシデントかなというところなんですけれどもね、まあ、ヨーカー選手に関しても、とにかくこう、チャンスをねしっかりと待って、また一軍に呼ばれる時を待ちたいところですよね。まあ今ね、小野寺選手が一軍にいますけれども、まあこの小野寺選手の枠に帰ってこなければいけませんし、まあ昨日もね、最後、木浪選手がファーストを守るというところがあったので、本来であればそこ、ヨーカー選手ですよね。で、スタメンで使ってね、結果を出してほしい選手なんですけれども、まあ DH のね、戦いというのももうなくなりますし、で、外野はある程度メンバー決まってますから、まあ例えばサンズ選手とかね、まあ佐藤選手にちょっと疲れが出たなっていうところで、ポーンと出て結果を出してほしい選手なので、まあそういった意味合いではね、こういうアクシデントというのは心配ですが、まあちょっとヨーカー選手に関しては続報を待ちたいですね。で、二人目、中谷選手ね。まあ、中谷選手も二軍ではね、結果を出してるんですよね。ここまでね、いい状態を保ち続けてるんですけれども、まあ、ここまで二軍で48試合で、打率が2割6分9厘、ホームラン3本、21打点、3盗塁、出塁率3割4分1厘と、まあ、まずまずかなというところなんですけれどもね、この中谷選手もまだ今シーズン一軍昇格がないと。で、中谷選手もね、本来であれば、小野寺選手が呼ばれたタイミングで、正直中谷選手かなと思ってたんですけれどもね、まあ二軍の成績をある程度重視して小野寺選手と、まあ2017年ホームラン20本打ちましたけれども、まあ正直もうロマン枠と言える状態ではありませんからね、もう佐藤選手がいる以上、ある程度こう率を残して守備でも貢献しないと、まあちょっと一軍で出るのは厳しいと。まあただね、このヨーカー選手にちょっとアクシデントが出てる状況の中で、まあ似たタイプの選手ですからね、同じような役割を求められる選手なので、まあ、ヨーカー選手のね、状態によって、中谷選手の状態が上がっていれば、呼ばれる可能性というのは高くなってくるんじゃないかなということで、まあ、しっかりとね、結果を出していってほしいところですね。で、ラスト3人目、高山選手ね。高山選手がやっぱりちょっと危ないかなという感じがします。まあ、ここまで2軍で42試合で、打率が1割9分7厘、ホームラン1本13打点、2盗塁で、出塁率が2割2分2厘ということで、なかなか高山選手の状態が上がってこないんですね。あ、いいバッティングしてるなーっていう試合もね、あるんですけれども、なかなかそれが続かないんですよね。逆方向に技ありでヒットを打ったり、バチンと引っ張ってね、右中間破ったりっていう打球もあるんですけれども、それが1本で終わってしまうっていうのが、まあ、今の高山選手の現状かなと。まあ、左のバッターで言うとね、佐藤選手がいて、なんならロハス選手、そして板山選手とかもいますから、
まあ、2016年の新人王でね、まあ、そこがキャリアハイになっている状況ではあるんですけれども、またそれぞれの選手はね、ちょっと個別でお話をしていきたいなと思いますが、まあ、一軍に本来であればいてほしいこの中堅の選手たち、まあ、若手の選手とベテランをつなぐような存在の選手たちがね、まあ、今ちょっと二軍でくすぶってる状況ですが、またどのタイミングで上がってくるのかっていうのはね、また注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者7500人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者7600人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ドラホー、ありがとうございました。2軍の選手たちの底上げというのも、1軍の選手のお尻を叩く意味合いで非常に大事です。こういう中堅選手たちがいつ1軍に上がってくるのかというところも注目です。ではまた。